今皆さん何の作業をされてるんですか？こちらの当日に設置するステージのですね、バックボードの制作をしております。学生時代にしか経験できないこと、その一つが大学祭です。10月28日、29日の2日間にわたって行われる徳島大学定山島キャンパスの大学祭、通称定山島祭。入場制限なく開催されるのは実に4年ぶりです。今年のテーマがアホになってもカンマンよということで、踊るアホのようにですね、徳島の阿波踊りのようにポップな感じでデザインをしております。今年初めて企画したものなんですけど、キッチンカー、あと自衛隊の音楽隊のコンサートであったり、4年ぶりということでコンサートライブを行ったりします。皆さん苦しい思いをして4年間来たと思うので、楽しい大学祭になるよう頑張ります。実行委員会のメンバーは1年と2年合わせて60人、それぞれ運営や制作などのグループに分かれ準備を進めています。大学祭の運営にどうして関わろうと思ったんですか？私自身高校生の時に、文化祭を同じように運営をしていって、大学に入ってもこういった大学祭の運営をしたいなという素直な思いでさせていただきました。これからのスケジュールの確認をしようと思います。10月1日に陽光読みが体育館2階であります。本部、芸能、模擬展の順番で行おうと思います。同じく徳島大学、医療人を目指す学生が学ぶ蔵元キャンパス。ここで10月21日と22日に開催されるのが蔵元祭です。実行委員は1年から3年までの48人、大学祭まで残り1ヶ月を切って進捗状況はというと、広告を回収した後、外注先はもう決定しているので、そこに外注して3、4営業日後に発注ということなんで、それで届くっていう感じになってます。それぞれの学部展があると思うんやけど、その学部展の看板をまた今作ってて、こんな感じでいろいろと出来上がってるので、それも今週中に出来上がるかなっていう感じで進めています。今年の蔵元祭のテーマは蔵元祭、時には起こせよムーブメントとなっています。蔵元祭をもっと知ったり、徳島大学をもっと知ったりして、蔵元祭自体がムーブメントになればいいかなというふうに思って、このテーマにさせていただきました。今年度は蔵元のキャンパスマップが大きく変わっています。入り口近くのストリートで模擬店を置いたりだとか、体育館1階にステージ企画を設けていたりだとかしていて、より蔵元祭を実感できるような形になっております。この日は近くのお店を訪れ広報活動、ポスターを掲示させてもらいます。4年ぶりに一般開放される大学祭、コロナ禍で悩み孤独を感じた人にこそ参加してほしい、一人でも多くの笑顔が見られるように、その思いが原動力です。みんな頑張るぞっていう気持ちで一生懸命、各部局のみんな委員長が引っ張っていってくれています。ある日、定山島祭実行委員会の石本さんたちが訪れたのは徳島市内にある企業。運営にかかる資金をクラウドファンディングで集めようとしています。目標金額が、125万円ということで、今ちょっとこのような金額となっています。クラファンの内容としましたら、1000円から10万円ですね、寄付ができるようになっております。別にほんま学生だけっていうんじゃなくて、はい、本当にもう町全員、そうですね、みんな、はい、若い子も、はい、みんな来てほしいなっていう感じ、はい、地域の方も巻き込んで一緒に徳島を盛り上げれたらいいかなっていう。やっぱ徳島大学が盛り上がらないと徳島が盛り上がらないんじゃないかっていうぐらいの気持ちで例えば徳島大学が盛り上がったら徳島盛り上がるんじゃないかっていうような気持ちで僕たち取り組んでまして、みんな頑張っていこうっていうような形でやってますね。大学生がやるっていう中で、こういうところに看板とか広告ができたら、
企業としてもこうリクルートにもつながる可能性もあるし、はい、クラウドファンディングは初めての挑戦、思いは伝わったのでしょうか。前向きに検討します。はい、ありがとうございます。頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。自分たちが頑張って大学を徳島を盛り上げたいという思いには応援したいというか、まあ、微力ですけどできる限りの応援はやっていきたいなと思いました。企画から運営まで学生が主体となって行う大学祭、アイデアを出しては困難にぶつかり、その度にみんなで話し合ってきました。それも人生の中で今しか経験できない一大イベントを成功させるためです。みんなが楽しめるようなそんな学祭にしたいです。そのために僕たちが頑張ってしっかりやっていきたいと思います。徳島大学の良さを知ってもらうっていうのと同時に徳島大学生の良さとかその元気さも見せていけたらなと思います。4年ぶりの一般公開ということで、まあ、今まで以上にパワーアップした良さにまさにしたいなと思っております。最高な思いになれるよう全力で頑張ります。テーマが時に起こせよムーブメントといったように、蔵元祭がその人の人生においてではちょっと大きな言い方になりますけど、人生においてムーブメントとなればいいなっていうふうに思っております。10月21、22日は蔵元祭、城山庭祭は10月28日、29日、ぜひお越しください。